かがだったでしょうか。こういう時期なのでどうしても外出がですね自粛されているのでお家の中で過ごす時間が長くなっているかなと思います。特にですね床の上の生活されている方っていうのはですねあぐらをかかれる時間が長くなってくると思うんですけども、あぐらって非常にこう楽な姿勢ではあるんですけど、やはり腰だったりですとか体に結構負担のかかる姿勢ではあります。この姿勢を取り続けることでいろいろな弊害が出てきますので、先ほどご紹介した5つのエクササイズをぜひですね日課にしていただくような感じで続けていただけたらなと思います。苦しい時期ってこう続いていくと思うんですけども、こういった動画とかですね情報っていうのを流していてですね一人でも多くの方がお体のですね状態や健康っていうのを維持していくために、お役に立てたらなと思いますので、ぜひ続けてみてください。では今回はこれぐらいにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。